こんにちは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2024年1月7日です。はい、2024年に入りまして、もう早くもね1週間も経ってしまいそうになっているんですけれども、お正月気分は抜けましたでしょうか。まあ、まだね3連休の方もいらっしゃると思うんですけども、私もそうですけども、で今日ですね、朝ですね、今夜なんですけれども、午前中ですかね、こちらの記事をね、くじわさんたちがたくさん写ってて、なんかいい感じの記事だなと思って、こちらを一応ね、訳したんですよ。そしたら、やたらなんかテクニカル用語が出てきて、で、これをこのまま読んでても面白くないかなと思って、配信するのをやめちゃったんですね。で、そしたら、また、こちらは6日、1月6日の記事なんですけども、同じく1月6日の記事で、はい、こちらですね、これを見つけたんですね。で、これは価格の、クジラさんたちがね、体のエーダーを積み増している、蓄積しているということも書かれているんですが、この記事にも書かれています。それと同時にですね、先ほど、出てきました、こちらですね、カルダナの GitHub でのね、活動がね、どれだけ活発かということを示すデータが出てきましたので、こちらとともにね、この記事を翻訳したものをお伝えしていきたいと思いました。はい、で本当にね、たまたま気が向いたのでやらせていただきたいと思います。はい、1月6日付の記事になっています。で、タイトルなんですけども、Cardano suggests nearly 250% in development activity while buying appetite details ということで、はい、行きたいと思います。カルダナの開発活動が 250% 近く急増、クジラの購買意欲も高まるというふうに言っています。はい、なかなかいいですね。はい、では中身に入っていきましょう。クリプトディファーの最新の調査結果によれば、カルダナのエーダは GitHub での1日あたりの開発者の平均アクティビティが過去1ヶ月でイーサリアムを大きく上回ったということで、イーサリアムがですね、どこ行っちゃったのかなと思ったら、はい、ここなんですよね。随分なんかね、差がついてますよね。まあ、この2番目にね、高い、こちらのチェーンともかなり、まあ、頭2つぐらい抜けてるような感じなんですけど、はい。で、イーサリアムがね、ちょっと、こんなところにいますっていう感じなんですけどね。はい。で、大きく上回った。データによれば、この重要な指標でカルダナはイーサリアムを 245% も引き離している。カルダナの1日あたりの平均 GitHub コミットサイズは約450に達し、まあ449になってますけど、450に達し、ブロックチェーン分野で新たな基準を打ち立てつつある強固で活発な開発環境を展開している。カルダナが急成長、GitHub の開発者アクティビティで優勢。開発者の活動でカルダナが顕著にリードしている現象は、同プロジェクトのエコシステム内での継続的な強化と革新へのコミットメントを強調するものである。開発者の共同プラットフォームである GitHub は、ブロックチェーンプロジェクトの活力と進捗を示す重要な指標となっている。この面でカルダナが大きくリードしているという事実が、開発努力の現在の勢いを表しているだけでなく、献身的なコミュニティとブロックチェーン技術への前向きなアプローチを反映している。これとは対照的に、イーサリアムは1日の平均コミットサイズが183と、すいません。こちらですね。はい、183になってますね。はい。183と GitHub で確固たる存在感を示してはいるものの、加速するカルダナのペースに追いつけるかどうかという課題に直面している。このデータはカルダナが開発を競うレースのトップランナーとして自らを位置づけていることを示唆しており、そのブロックチェーン機能を洗練し拡張することに重点を置いていることを示している。アナリストはカルダナの開発が急増しているのはエコシステムが拡大していることを示す好材料だと考えている。国際的なワークショップを通じて相互運用性を強化し、コラボレーションを促進することに重点を置いているこのプロジェクトは、ブロックチェーン志向の分野で突出した地位を確立する上で重要な役割を果たしている。現在のトレンドが予想通り持続すれば、カルダナの価格は今後上昇基調に転じる可能性がある。この楽観的な見通しは、過去2週間の間に通常クジラと呼ばれる重要な市場参加者によるトークンの蓄積が観測されたことによって実証されている。一方、サンティメントのデータを分析したニュース BTC は、ADA 保有者アドレスの評価を実施し、100万から1000万 ADA の集団の保有量が顕著に増加していることを確認した。具体的には、
12月20日時点ではこの層による供給は 16%、 これ別のさっきもう一つの記事では 15.96% と書いてありました。このくらいであったということで 15.96% であってあった。しかし最新のデータではその割合は目に見えて急上し 16.36% に達している。パッと見ですね、そんなに急増しているって言えるのかなと思ったんですが、ちょっと私感覚的によくわからなくてですね、グラフはこちらのグラフを見てもちょっとなんかよく分かんなかったんですが、この開きのことを言ってるのかなと。すいません、これはね、拡大してみたりしたんですけど、ちょっとね、私ね、ごめんなさい、読めなかったんですね。はい、ということで、でもその割合はということですね、目に見えて上昇しているというふうに言ってますね。そのクジラ、この層による、クジラさんたちのね、供給量が急増しているよということですね。でクジラの蓄積、高まる永田投資家の確信、この特定の集団の永田保有量の増加は影響力のある市場関係者らによる暗号通貨の戦略的蓄積を示唆している。通常特定の資産を大量に管理するクジラは市場心理の重要な指標と考えられることが多く、値動きに影響を及ぼす可能性がある。この集団のエーダ保有量の増加が観測できたことは大口投資家の間でカルダノへの関心と信頼が高まっていることを示唆している。2024年のカルダノのパフォーマンスは希望と慎重さが混在しているのが特徴である。まだね、2024年始まったばっかりなんですけども、今見たところですね、今までのところですね、希望と慎重さが混在していると言われています。で、エーダの取引量は大幅に増加しており、投資家の熱意と市場参加率を反映している。取引量の増加は継続的な開発とコミュニティからの支援に後押しされ、カルダノの長期的な見通しに対する信念が高まっていることを示しているというところで記事は終わっています。でですね、あと、こちらの方にですね、カルダノのパフォーマンス、値動きも含めてですね、希望と慎重さが混在しているのが特徴だというふうに書いてあります。でもう一つの記事の方を見てみますと、やっぱりね、爆上げするっていうような表現はなくて、クジラさんたちはね、蓄積しているんだけれども、こちらの、ね、表いろいろちょっと複雑にいろんな指標が絡み合っているんですけど、特にこのこちらですね、一番下のですね、はい、平均方向性指数というのがこの黄色い線になっていまして、そしてこの平均方向性指数、黄色いのですね、これはトレンドの強さを判断する指標と言われています。で DMI っていう指標がありまして、それがこの赤いのですね。でこれは、マイナスの DMI って言ってますね。これが、マイナスのっていうか、これがちょっと高いとちょっと上がるのが難しいかなっていう感じみたいなんですね。でプラスの DMI というのはこの緑の指標になってまして、これでぐちゃぐちゃしてるんで、本当にね、慎重さと希望がこうないまぜになってるような感じが表れてるなと思うんですけども、はい。でこれがこの指標なんですけれども、平均方向性指数、黄色いものがですね、赤、マイナスの DMI という指標、赤を上回る必要があるそうです。そうすれば、ちょっと上向きになるかもしれないということ でプラスの DMI ですね、この緑の DMI で、これが、マイナスの DMI、 赤いのですね、赤い線を上回り、で ADX 黄色が25を上回れば ADA の価格は上昇する可能性があるというふうに言っています。これがこの黄色いのがですね、平均方向性指数っていうのが、これを超えてくると、転じる、上昇基調に転じる可能性があるのかなという感じなんですね。あと黄色いのが25を上回ればって、これ見た、ちょっとね、細かくて本当よくわかんないんですけど、これがこの25っていうところが、わかりませんね、ちょっとね、25を上回れば、いいかもしれない、上昇基調になるかもしれないという、ちょっとね、微妙なところ、まだ上がるともなんとも言い切れないっていうようなニュアンスなんですけども、それでもですね、この上昇は穏やかではあるが、強気の勢いがごめんなさいね、この上昇は穏やかではあるが、強気の勢いが徐々に戻りつつあることを示していると、ここに書いてあるんですね。はい、強気の勢いが徐々に戻りつつある状況を示しているということで、いろいろなこの、要素というか指標を見た結果、上向きにはなりつつあるんだけれども、ちょっと強く押し上げるかどうかっていうところはまだ断言できないという感じですね。はい。
で、そうですね。あと、まあ、価格が DAA より下落したため、あ、これはなんかこちらの指標なんですけれども、この DAA って言われているのがこれで、でカルダノの、値動きを示しているのがこれらしいんですよね。でどうやらこの赤いこの棒のところよりも価格が低ければ、まあ、エントリーするにはいいんじゃないかと判断されたようですね。そこでなんか蓄積していた可能性が、まあ、あるのかなと思います。これ去年ちょっとね、拡大して見てみたんですけど、これずっと去年の値動きを表してて、それでだんだんこの、何でしたっけ、最後に出た DAA っていうものですね、この赤いところですね、これをこう下回ってれば、まあ、エントリーしていい、いいのかというふうな感じで判断されていたようですね。ちょっと難しいですよね、テクニカル分析ってね。はい、ということで、まあ、こういうのをね、ずっと読んでてもつまらないかなと思って、まあ、黙っていたんですけども、こちらの表を見てね、ちょっと気分が良くなったので今日は配信させていただきました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。